ちょうどいいところへ来てくれた。サンジの行方を追っているところすまないが、悟空たちアルファチームが現在フリーザと交戦中だ。君にも救援へ向かってほしい。転送完了しました。おわ、いいとこに来てくれたな。フリーザ、覚悟しろ。さすがの私も三人相手は骨が折れますね。だったらこういうのはどうでしょう。何？あっちもこっちもフリーザだらけだ。レプリカか。ええ、ベノムズの指揮官であるカインとお近づきになりましてね。驚かされましたよ、あの本の力には。本？カインの持つ黒い本のことか。察しがよろしいようで。あの人の持つ黒い本、オニキスブックとあなた方が懸命に集めたコズミックキューブのおかげで、忠実な手下を手に入れることができました。フリーザ、おめえカインに協力して何企んでんだ。あの人が何をしようとしているかは知りません。私は彼の力を利用しているだけですからね。この星の生命体を根絶やしにするために。ソン、これ以上奴のざれ事に耳を貸すな。ああ、そうだな。行くぞ。さあ、皆さん、相手をしてやりなさい。所詮偽物はこの程度ですか。本物のおめえにだって負けねえオーラたちが。偽物に負けるはずねえだろう。ほざけ。行くぞフリーザー。
諦めろフリーザ、今度こそおめえの負けだ。それはどうですかね。これからがお楽しみの始まりですよ。何のことだ。それはすぐにわかりますよ。待てフリーザ。せいぜい楽しみなさい。待つんだソン。フリーザの言葉が気にかかる。一旦ベースキャンプに戻り、長官に報告だ。しょうがねえ、わかった。戻るぞ。なってるんだってばよ長官。世界各地で黒ひげとおぼしき者が暴れているとの報告が届いている。黒ひげのやつがフリーザの言ってたレプリカか。どうやらそのようだ。フリーザに続いて黒ひげもベノムズと手を組んだと考えているんだ。偽物ならどうってことね。だが数が多すぎる。ここはみんなに手分けしてことに当たってもらう。よし、片っ端から倒してやるってばよ。頼んだぞ、みんな。ちょっといいか。君にぜひお願いしたいことがある。いつもと違って静かでいいわ。騒がしいジェイフォースの連中もいなくて気分がいいね、サンジ。ああ、アンジェラちゃん。やはりこういうことだったか。あら、みんな出撃したはずじゃなかったの？ええ、みんな今頃レプリカと戦っている頃ですよ。僕を除いて。それでアンジェラ。アンジェラ？ああ、そうね。この子はそんな名だったわね。どういうことだ。姿は少し変えているけれど、この子は私のレプリカ。私の思うままに動く操り人形よ。つまり今の君はアンジェラではないということか。ええ、そうね。私の本当の名はガレナ。カインと一緒にいるの。自己紹介はこの辺でいいかしら。やることがあるの。みんなが出撃するのを見計らい、手薄なベースキャンプを叩く。種を任せばどうということはない。ええ、そうね。それでも結果はご覧の通り。私の思い出、花火はまだまだ続くわよ。他のジェイフォースたちが異変に気づいた頃にはもう帰る場所はない。さあ、そろそろあなたにも消えてもらおうかしら。そういうわけにもいかないのさ。これは。待ってたぞ、サンジ。やるじゃない。シンプルながら悪くない仕掛けだったの。そうね。サンジ、前に出なさい。サンジ！チクショウ！サンジ！
目覚まさせてやるぞ。何？せや！